お注意なのだ。よく読め。エニックス。はん、何なのだこの企業。偉大なるスクウェア・エニックスのパクリなのだ。いや、スクウェア・エニックスそのものだよ。まあ、そんなことは置いといて。ティリタン、爆弾解体に興味あるよね。ないです。あるよね。ないです。爆弾解体、やってみたいでしょう。いや、取り立ててはやってみたいよね。いえ、つべこめいわじあい。うまい、爆弾解体大好き。ということで今回はティリタンと一緒に爆弾を解体していきたいと思うのだ。おい、なんかいきなり爆発してるぞ。ではオープニングも見たので続き爆発始まるのだ。続き爆発。AM8時21分。爆弾解体職人の朝は早いのだ。さて、今更ながらこのゲームを説明するけど、今画面に映っている鈴木さんの手駒となって出てくる爆弾を解体していくゲームなのだ。おい、またいきなり爆発したぞ。きっと爆弾解体師にとってはこれが日常なのだ。やな日常だな。おい、そういえばさっきピンポンが鳴ってたのだ。誰か家の前にいるな。ダミンを貪っている時にチャイムで起こすやつ。どんな理由があれば監視に値するのだ。めっちゃわかる。ああ、なんだアマゾンか。それならよし。いや、全然良くないだろ。なんだあのみかん。ハンコお願いします。このみかんも鈴木さんの注文品なのだ。いやいやいや、どう見ても絶対怪しいだろ。まったく、キータンはビビりすぎなのだ。このみかんが爆弾なわけないのだ。へえ。お。ははは。いやいや、まさか、そんなわけ。あー、どうなってるんですかこれ。お前がやりたがってた爆弾解体の時間だぞ。ほら、さっさと解体しろ。は、みかん爆弾ということに混乱してたけど、待ちに待った爆弾解体の時間なのだ。鈴木さんのアドバイスに従いながら、早速爆弾を解体していくのだ。見て。お、下手になんかあるぞ。解体の基本は調べることらしいのだ。早速手元にある虫眼鏡でよく観察するのだ。下手が変だ。ネジ。ということはドライバーで外せるはず。道具箱からドライバーを選んで。いいぞ、爆弾解体スタートなのだ。ついにタイマーが動き出したな。こいつ、ネジ一本でみかんの形を保ってたのか。中すっかすかで草。まあともあれ、宇治神官が見つかったのだ。早速解除。で、なんだ進めないのだ。どうやらガラスカバーに守られてるみたいだな。じゃあドライバーで。で、鈴木さんがネジを調べろと言ってきたのだ。どうなんでしょう。はあ、そんなの見たらわかるわボケ。では気を取り直してネジを外していくのだ。しかし爆弾を前にこの冷静さ、鈴木さん相当の手だれだな。ちなみに公式設定だと鈴木さんは僕普通の一般人らしいのだ。だから爆弾解体のプロとかじゃないのだ。じゃあなんでこんなに詳しいんだよ。お、何事もなくガラスカバーが取れたのだ。あれ、ちょっと待ってくださいよ。新刊の上に何かあるのだ。早速調べてみるのだ。値札をつけてやった。お前の命の値段だ。はあ、ふむ、どうやら犯人からのメッセージらしいな。ふざけやがって。さっさとこの爆弾を解体して犯人にギャフンと言わせてやるのだ。どうやらこの爆弾はコードを切れば止まるみたいだな。よしならばこのニッパーで。あ、なんだのだこれは。デンジャー。危ない。どっかなるほど、犯人からの警告みたいだな。あぶねえ。待って、早く考えなしに切るところだったのだ。赤は危険表示あり、青は危険表示なし。さあどっちを切る。普通に考えれば赤が外れなのだ。だがさっきの値札というメッセージ、少し引っかかるのだ。はっ、わかったのだ。お、値札がある赤は自分の命、そしてそこに書かれているのはデンジャーとなれば、デンジャーを断つ、つまり赤を切れば危険とおさらば生存ってことなのだ。え、本当に切るの。積んだもん理論に間違いはないのだ。さあ行き、キリタン。ひどい目にあったのだ。それはこっちのセリフだボケ。お前のせいで関東を消し飛んだぞ。ま、ずんだもんたちは東北住まいだから特に問題ないのだ。え、じゃあ改めて爆弾を解体しに行くのだ。リトライしてコードを切るところまで戻ってきたのだ。今度はちゃんと青を切るのだ。あ、やっぱり私ニッパーなんだ。やったのだ、無事爆弾解体成功なのだ。一回関東を消し飛んだけど、しかし赤が不正解なのは納得いかないのだ。いや、どう見ても外れだっただろ。
天才ズンダモンの裏を書くとは、犯人はなかなかのやり手なのだ。今逆に犯人は、お前のアホさにびっくりしてるだろうな。あの靴買おうかな。爆弾解体した後、欲しいものを考えながら二度寝。メンタルお化けなのだ。え、なんか、耳から煙出たんだが。もしかして、鈴木さん自身が爆弾っていうオチ。だとしたら、悲しき爆弾解体マシーンだな。その真実を知るために、さっさと次のシチュエーションに進むのだ。AM9時54分。お、出社中か。真面目に働いていて偉いのだ。はぁ、あ、誰だお前は。へへへ、変態だ。引き、きっと花粉症対策か何かなのだ。いや、絶対爆弾だろ。爆弾じゃなかったら何なの。まさかの人間爆弾。オルガ博士もびっくりなのだ。急展開すぎるのだ。へぇ、あいえぇ、中なんで。どうしていきなり鈴木さんが、アルター TKK 持ってるの。ちょっと待つのだ。それよりトリガー先に使ってるのだ。レレレレレさ、呼びトリガー警察だ。じゃなくて、なんだよこの状況。スキューバ、拳銃、それから導き出される結論は。結論は。そうだね、爆弾だね。え、爆弾と、どういうこと。最初のスキューバは何だったのだ。いや、それよりなんで銃。わけはわからないが、とりあえずこれが爆弾なのは事実だぞ。解体しないと、鈴木さんを含む全員が巻き込まれる。しょうがねえな。この天才ズンダモンが、パパッと解体してやるのだ。お、重厚にネジ、ここから分解できそうなのだ。いくらネジが見えたとはいえ、躊躇なく覗き込むのか。爆弾解体師に交代の文字はないのだ。さあ、どんどん解体していくのだ。おい、ちょっと待て。拳銃部分、全部カバージョン。この爆弾、拳銃型の意味ないだろ。まあ、解体始まるまでタイマー起動しないし、解体してほしくて、こういうことしてるんでしょう。え、怖っ。そんなことは気にせず、解体を続けるのだ。え、なんか鈴木さんの爪が割れたらしいぞ。爆弾解体をアドバイスしながら、裏で一体何をやってるのだ。お、そんな話をしてたら、ついに新刊がお目見えなのだ。え、なんだこの装置。中央にハサミがあるのだ。だがその前に、周囲の確認なのだ。お、犯人からのメッセージだ。ネジを抜く順番をよく考えろ。さもないと、俺のハサミがお前を殺すぞ。ハサミってのは、前面にあったあれだな。ふむ、ネジを抜く順番をよく考えろか。しかしこの犯人、ほんと親切だな。何が目的なんだろう。お、よく見たらなんか矢印があるのだ。ま、よくわからないから、とりあえず回すのだ。お、ネジを回したら、その矢印の方にハサミが進んだな。ということはつまり、線を切らないようにネジを回していけばいいのだ。上手にハサミの距離を調節して。あ、いや、おうおうおう、なんだ、みかんと比べると地味な爆発だったのだ。確かに、じゃねえよ、なんで失敗してんだよボケ。いや、うっかり回しすぎてしまったのだ。え、仮にも爆弾解体してるんだから、もうちょっとしっかりしてくれ。もう大丈夫なのだ。ズンダモンに同じミスはないのだ。ほんとだろうな。じゃあやり直して、さっきのところまで戻るのだ。ハサミのところまで戻ってきたのだ。さて、このギミックはとても簡単で、下のネジを全部外した後、上を外せば OK なのだ。というか、上のネジを2連続で外そうとしない限りは、爆発しない超簡単ギミックだぞ。そんなの分かってるわ。こっちは動画前でわざとミスってるんだよ。え？さて今回はミスなく、無事に解除できたのだ。あとは新刊だけなのだ。さて、今回切るのは赤色なのだ。ハサミが狙っていた青色が、今回のハズレなのだ。まあそもそも、前回爆発した、デンジャーの札もついてるしな。では赤をカットなのだ。今から殺す。なんで？ちょ、鈴木さん物騒すぎだろ。これ、ズンダモンのことじゃないよね。さあ、失敗しまくったら、その打ち消されるんじゃね。まあ、何はともあれ、無事拳銃解体、成功なのだ。すごい。あ、鈴木さん褒めてくれた。ならまだ命は大丈夫そうなのだ。なんで銃を構えてるのだ。てか、一緒に乗ってた人どこ行った。撃ったー。なんで発砲してるのだ。そもそも、あの銃偽物だっただろ。なんで弾が出るんだよ。シンプルに犯罪者なのだ。セーブしない。え、終わったー。これで今の話終わり。どういうこと。というか、そもそもこの画面なんだよ。セーブまでの UI も独特すぎだろ。鈴木爆発、末恐ろしいゲームなのだ。だがこの狂気、最後まで追ってみたくなったのだ。まあ確かに、この爆弾解体の末を見てみたい気持ちはあるな。ということで、次回も引き続き爆弾解体していくか。
お宿なのだ。では今回はここまで。動画が面白かったら高評価お願いなのだ。やり方はこのボタンを押せばいいのだ。ポチッとな。